なんで逃がしやがった。俺たちに死ぬと。うちが代わりに引きます。なんだと。動いた。どうする。どうしたらいい。結界で相手の攻撃を耐えてみせるしかないのか。でもナンミスだけなら救えるかもしれないが、怪我人は助けられない。何か足止めをする方法はないか。時間稼ぎか邪魔をできるような商品はないのか。あーくそ。何かちょっと待て。これを使えば。ありがとうございました。え、何、もしかしてその商品を使えってこと。いらっしゃいませ。何か策があるんだね。よくわからんが置いとくぜ。次は機能を追加購入してフォルムチェンジだ。箱が丸くなった。それだと性格がきつかったみたいに勘違いされそうだな。これも受け取ればいいんだよね。ここまではいい。問題はここからだ。どうやって彼女に理解してもらう。効果を投入してください。効果を投入してください。効果を投入してください。商品いっぱい出てるのに効果を投入するの。残念。効果を投入してください。効果を投入してください。どういうこと。これじゃ説明不足にも程があるよな。でもこれ以外は俺にどうしようもないんだ。ラミちゃんよ、こいつ壊れたんじゃ。そんなことない。ハッコンは必死になってうちに何か伝えようとしてるはず。俺のことを信じて何とか読み取ろうとしてくれている。ここまでラミスが信じてくれただけでもう。この中に効果を投入じゃなくて。なんだあれは。俺の縄をほどきやがれ。お前らと心中するつもりはねえぜ。うるせえ。だが この髪は。見る。これでも飲んどき。もしかして。なんだ、爆発しやがったぞ。目が痛え。そう、これこそが動画投稿サイトで一躍有名になった現象だ。コーラに特定のキャンディーを入れると一気に中身が吹き出される。そうか、これにこのお菓子を入れたらいいんだね。いらっしゃいませ。みんなも手伝って。